皆さんこんにちは、ケンヤク DIY です。今日はですね、新しいニッケル水素電池であるバイポーラニッケル水素電池についてちょっと調べてみましたので、簡単にご紹介していきたいと思います。先月の話なんですけど、日経から記事が出てまして、トヨタ自動車が世界初の新型ニッケル水素電池であるバイポーラニッケル水素電池というのを搭載したアクアを発表したという記事が出ていたんですね。ニッケル水素電池ときて私はピンときまして、なぜなら私のチャンネルではニッケル水素電池を使った DIY を数多く行っています。正直リチウムイオン電池より安全なので、ニッケル水素電池の方が使用量が多いぐらいなんですね。ニッケル水素電池については以前こちらの動画で詳しくご紹介していますので、もしよかったら見てみてください。特に以前の動画で何回も指摘しているんですが、リユースした18650などのリチウムイオン電池はパワー系の用途には使わない方がいいですね。電動工具とか、例えば私のチャンネルで制作した 3D プリンターで作った掃除機とかですね、まあ、こういったパワーを使うような用途にはリユースしたリチウムイオン電池は危なっかしくて、ちょっと使うのは怖すぎですよね。ニッケル水素電池はパワーはリチウムイオン電池よりあるぐらいなので、パワー系で使うときは安全を考えるなら断然ニッケル水素電池がおすすめです。前置きが長くなってしまいました。では今回発表されたバイポーラ型ニッケル水素電池っていうのは今までのニッケル水素電池と何が違うのでしょうか。その違いについてと、私のチャンネルでも積極的に取り上げているこれから来るであろう LFP タイプのリチウムイオン電池と比べてどこが違うのか、今後バイポーラ型ニッケル水素電池はどうなっていくのかについて私の個人的な見解をご紹介したいと思います。まずはバイポーラ型ニッケル水素電池がこれまでのニッケル水素電池とどこが違うかについてすごく簡単にご紹介したいと思います。まずこれまでの通常のニッケル水素電池の概略図がこちらになります。2個のニッケル水素電池が直列になった図ですね。2つの電池にそれぞれプラスとマイナスがあって、1つ目のマイナスと2つ目のプラスが電池の外側で接触して直列になっています。それに対してバイポーラ型ニッケル水素の概略図はこのようになります。これまでは2つの電池だったものが一体の一つの電池になって、電池の内部に仕切りができて、そこでその一つの仕切りでマイナスとプラスが両側に分かれているんですね。これを見て私も含めて一体どこがそんなにすごいんだと一見思われるかもしれません。それはその通りで、バイポーラ型ニッケル水素電池っていうのは考え方としては全然難しくはないですよね。じゃあ今までなぜ出てきてなかったのかといえば、ただただ製造上の問題だけなんですね。詳しくは今回ご紹介しませんが、簡単に言えば内部の仕切りをうまく作れなかったというだけですね。それが技術の進歩によって今回作れるようになったということです。このような構造のバイポーラ型ですが、これまでの電池に比べて何がそんなに有利なのかといえば、最大のメリットは電池の内部抵抗が劇的に少なくなるということですね。素人が考えても、これまでのような電池の外部で電池同士を接続するより、電池の内部で仕切りによって分かれていた方が電気が流れやすそうなのは自明のことだと思います。副次的な効果としてスペース効率が良くなるので電池が小型化できるというメリットもありますが、あくまでバイポーラ型のメリットの本質は内部抵抗が減ることによる圧倒的な高出力化、ハイパワー化ができるということだと思います。次にバイポーラニッケル水素と LFP 電池をはじめとするリチウムイオン電池との電池対決なんですけども、まず結論から言いますと、 LFP をはじめとするリチウムイオン電池にはちょっと勝ち目は薄いんじゃないかなと思います。その最大の原因はやっぱりコストで、今 LFP 電池ってものすごい勢いで値段が下がりつつありますので、やっとバイポーラ型ニッケル水素が出てきても、スケールメリットとか、まあ数の暴力ですね。数の暴力で、とても太刀打ちできないと思うんですよね。ただ同じ土俵で比べるんではなくて、先ほどお話ししたように、
バイポーラーニッケル水素電池というのはめちゃくちゃハイパワーな特徴がありますので、そのハイパワーな特性をうまく活かせるような用途ですね。そういった用途には十分商機があると思います。今回のトヨタのアクアにバイポーラ型ニッケル水素が搭載されたっていうのも、ハイブリッドのバッテリーって電気自動車のバッテリーと違って使い方が全然違うんですね。ハイブリッドのバッテリーってバッテリー容量はめちゃくちゃ少ないんですよ。その小さな容量の電池に一気に電流を流したり一気に放電したりっていう超ハイパワーな用途をしているのがハイブリッドのバッテリーということです。つまりバイポーラ型ニッケル水素電池っていうのはハイブリッドのバッテリーとしてうってつけなんですね。逆に意外かもしれませんが、電気自動車っていうのは別にそんなにパワーは必要ないんですよ。今時の電気自動車って航続距離が400キロとか平気でありますんで、まあ400キロで考えると時速100キロで運転したとしても4時間かかるわけですよね。電池が 100% の状態から 0% までとしてもその時間が4時間かかるってことです。これって急速放電でも何でもないですよね。ちょっと不思議かもしれませんが、EV ってめちゃくちゃバッテリーをたくさん積んでいるので、バッテリー一つ一つにとってみれば、大した電気を使っていないっていうことです。つまり、ここから導き出される結論は、EV がこれからどんどん発展していく現在では、バイポーラーニッケル水素の用途っていうのはかなり限られてしまうということですね。もちろん、今後バイポーラーニッケル水素の値段が劇的に下がれば、ワンチャンあるんですけど、今の情勢だとちょっと厳しそうですね。ここで私がバイポーラ型ニッケル水素電池が向いているんじゃないかなという使い方の一つに、電動工具用がありますね。電動工具って超ハイパワーで30分ぐらいで電池を使い切るような使い方ってザラにありますよね。電池の使い方でそれよりハイパワーな使い方って、まあラジコンとか、まあそのぐらいしかないわけです。まあラジコンもそうですけど、電動工具用って結構需要がありますよね。まあそういった用途にバイポーラ型ニッケル水素電池を使えば、まあすごいハイパワーな電池がおそらくできると思います。リチウムイオン電池の場合、まあ超ハイパワーな使い方をすると、まあ常に発火とか事故になるリスクが高くなりますんで、安全性の面でもバイポーラ型ニッケル水素電池は電動工具にものすごく向いていると思うんですよね。つまり私が何を言いたいかというと、電動工具用に普通にバイポーラ型のニッケル水素電池を市販してほしいですね。リチウムイオン電池みたいにそんなに危なくないはずなんで、十分市販できると思うんですよね。まあ別に電動工具で限定しなくてもいいんですけど、例えば30直列で 36V のバイポーラ型ニッケル水素電池とかどうでしょうか。バッテリーパックみたいな感じで市販してくれればいろんなものに使えそうですよね。というわけでトヨタさん、ハイブリッド用に使うだけじゃなくて、ぜひとも市販品の発売を検討お願いします。まあ値段があまりに高かったらダメだと思いますけど、現行のリチウムイオン電池より少しぐらい高くても、そのハイパワーと安全性の高さでバカ売れすると思うんですよね。まあという素人のザレ事でした。今日もご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。